しかし今後小池百合子さんが公職に就くための選挙に立候補する、その時にカイロ大学卒業と書けばその時点で犯罪が発生することになります。私はカイロ大学正式に卒業しているというその一点でございます。私は図らずも小池知事の学歴、疑惑の隠蔽工作に、加担をしてしまいました。カイロ大学を卒業していなければ禁錮以上の刑に処せられ、公民権が停止される、可能性があります。そもそもが大前提が違うわけです。カイロ大学から声明文を出した方がいいんじゃないかっていう話はあったんでしょうか。あまり鮮明には覚えてませんね。実際には彼女が作成に関わっております。学歴詐称は公職選挙法違反に問われかねない行為であります。ただそれ以上に隠蔽工作に現職の知事が関わったということは重大な問題であります。依頼した事実はないということでしょうか。もう普通に考えていただきたいと思います。そういうのは大きく国益を損ねる状態であると。こんにちは、日本見守り党の東雲真子です。2024年6月8日現在、未だに小池知事は都知事選出馬を表明していません。その大きな理由の一つとして学歴詐称疑惑があります。先日側近であった小島敏郎氏が小池知事の学歴詐称に加担した事実を告発しました。小島氏によると、もし次の選挙でカイロ大卒と書けば公選法違反になり禁錮以上の刑に処され公民権が停止されるということでした。果たしてこのような状況で小池知事は次の都知事選に出馬するのでしょうか。今回は小島氏の告発、そして小池知事の言い分、その一連の流れをまとめました。まずはこちらをご覧ください。私は小島敏郎と言います。現在は弁護士をしております。小池百合子東京都知事によるカイロ大学の学歴詐称をめぐる隠蔽工作についての手記を私は文藝春秋に寄稿しました。それは2020年6月のカイロ大学声明発出の裏工作の過程について明らかにしたものであります。私は図らずも小池知事の学歴疑惑の隠蔽工作に加担をしてしまいました。その経緯は文藝春秋に細かく書いておりますが、これは日本語であります。しかしそのお読みいただく時間あまりない方もいらっしゃいますが、その経緯は簡単にお手元の資料に概要を示しております。小池知事は日本人女性で初めてカイロ大学を首席で卒業したと称して政治活動を続けてきました。首席卒業というのは小池さんが初めて書いたカイロの本、ここの裏に首席卒業と書いてあります。しかし2020年小池知事の再選のタイミングですが、その時に学歴詐称疑惑が都議会で追及をされ、5月発刊の女帝小池百合子、これは文庫本になりますけれども、女帝小池百合子が拍車をかけました。再選を目指していた彼女は窮地に陥っていたというのが状況でございます。すると6月9日、駐日エジプト大使館のフェイスブックに、カイロ大学声明、これですね、が掲載をされました。カイロ大学が小池知事が卒業生であることを認める内容でした。結果学歴詐称疑惑は収束し、小池知事は7月再選を果たしました。私は6月6日に小池知事に呼び出されて相談を受け、カイロ大学に声明を出してもらったらどうかというそういう提案をいたしました。これが発端です。翌日小池さんから声明文の中身をどうしたらいいかというメールで相談を受けました。しかし私はそれには対応せず、すでに来ていたカイロ大学からのイベントの招待状で追及を乗り切る旨を返信いたしました。それが本日配布をした私のメールでございます。すると小池知事は私が対応しませんでしたが、日本人の元ジャーナリストに声明文の作成を依頼したのであります。私の友人の A さんと。
で、その元ジャーナリスト A さんが声明文の原案を作成すると、翌日小池知事からカイロ大学学長のサインが入った声明文が送られてきました。わずか1日、時差もあるのに驚異的な速さでありました。文書は日本語と英語で作成をされました。しかしアラビア語の文書は作成されていません。しかもカイロ大学のホームページではなく駐日エジプト大使館のフェイスブックにだけ掲載をされました。駐日エジプト大使館のページに掲載をするというのも元ジャーナリストの A さんのアイデアであります。長年日本の多くのメディアは小池知事の主張を鵜呑みにして報じてきました。カイロ大学声明が出された際も学歴詐称をしていないという小池知事の主張をそのまま受け入れました。しかし今回ですが、私が経験をした、そして私の友人である A さんが経験した実際の経験、つまり証言をとして申し上げました。実際には彼女が作成に関わっております。学歴詐称は公職選挙法違反に問われかねない行為であります。ただそれ以上に隠蔽工作に現職の知事が関わったということは重大な問題であります。でもし、正式な手続きを経てカイロ大学を卒業して いるのであれば、なぜ隠蔽工作をしなければならなかったか、あるいはなぜ声明文の内容をどうするのかという相談を私や A さんにしてきたのか、卒業していないからそう考えるのが相当だということではないでしょうか。カイロ大学の作成に関わり国民を欺いたのは知事としてふさわしくない重大な行為であります。私はその行為に加担してしまったことを悔い、事実を明らかにすべく手記を発表いたしました。最後にこの外国人記者クラブでお話をする意義について申し上げます。経歴詐称は公選法、公職選挙法違反です。時効は3年です。前回の2020年の時効はすでに成立をしております。しかし今後小池百合子さんが公職に就くための選挙に立候補する、その時にカイロ大学卒業と書けばその時点で犯罪が発生することになります。カイロ大学を卒業していなければ禁錮以上の刑に処せられ、公民権が停止される可能性があります。小池知事がカイロ大学を卒業したという主張は、カイロ大学が卒業したと認めているということと卒業証明書と卒業証書があるということしかありません。その卒業したことという卒業実態を示す証拠は何ら示されておりません。ですから現在の段階は公民権の成否が外国に握られていると、そういうのは大きく国益を損ねる状態であるというふうに考えております。ノーボーダーの上杉と申します。小島さんお久しぶりです。お久しぶり。一問ということなんで、小島さん、これまでに都議会の方から何度か、自民党会派も含めてこの小池さんの疑惑についての証言を求められたんですが、すべてお断りしているということなんですが、なぜそこで断っていたのかということと、あと今後6月から、都議会始まりますが、そこで都議会の方で、招致された場合には証言を議会の中でするという用意はあるのかどうかを聞かせていただきたいと。というのもやはり、私たち民主主義の中に生きる人間としては、このメディアも大事なんですが、やっぱり議会というのを中心に成り立っているので、都議会での証言がないとやはり平和ではないんじゃないかというふうに考えます。でもう一問、これ質問じゃなくて抗議です。9日に文藝春秋の発売の原稿を見ました。元ジャーナリスト A と書いてありまして、今金平さんもおっしゃいましたし、ジモさんも言ったんですが、大変誤爆を受けました。でここにいる方たちもバンバン電話したりですね、メール来たり、はっきり言って業務妨害です。仮にも一度でもジャーナリストと名乗ったら匿名の鍵に隠れるんではなくて、きちんと名前を出して早く証言をした方がいいと思いますが、そのあたりは小島さんはどのようにお考えでしょうか。またお名前を言えるんだったらここの場でおっしゃってください。
さらに私上杉隆ではないとここで証言してください。迷惑です。ジャーナリスト U ではないというね。あれさ、元ジャーナリストって書いてあるから、元ジャーナリストですからね。あ、そうなんですか。まず都議会ですね。あの都議会についてはもの、私はものすごく最近の都議会を憂慮しています。それは、小池知事が答弁拒否をしている、あるいは答弁に立たないという質問をなかったことにするための動議が可決されたからです。都民ファースト、自民党、公明党の賛成で、これは民主主義ではありません。だから今の都議会が本当に民主主義を守って、民主主義としてそこで議論すべきだというふうに私は今思っていません。まずそれを反省すべきです。で、あの議会というのはですね、議員が自由に発言ができて、でそのことによって政策の議論をするところです。でその発言がなかったことのようにして議事録が削除する、もちろんこれ法的拘束力がありません。でしかしもし本人が削除に応じない場合は議長が削除することができます。しかしそれは憲法違反です。訴訟になります。で判例としては多分それはあの憲法違反ということになるでしょう。しかしそのことを知った上であえて削除をするという状況を今都議会でやっています。これが民主主義でしょうかと、僕はすごく、私はすごく憤っているので、そういうところでお話をすべきかどうかは非常に問題、考えざるを得ないというふうに思っています。第2点目ですけど、あの大変申し訳ありませんでしたっていう、上杉さんにはあの、もしあのそういうことが今聞きましたけどあるということなので申し訳ありません。 A さんには今のお話は伝えておきます。あのそれぞれどうするかは、あの、まあ、北原さんもそうだったですし、 A さんもその元ジャーナリストということですけれども、そういう意見があるということはお伝えをしておきます。でそれぞれが判断することだというふうに思っておりますので、まあ、今の A さんとの話では、まあ、どの段階になるかはそんなに遠いことではないとは思いますけれども、訴訟という段階になって全てを提出をする、出していくということでございます。それよりももっと前になすべきだということは A さんにはお伝えしておきます。でしかし A さんの判断だと私は思っております。1点目ですが、元都民ファーストの会事務総長の小島敏郎さんが先日の文藝春秋で2020年6月に駐日エジプト大使館のフェイスブックに掲載されたカイロ大学長の声明、まあ、これは知事がカイロ大学を卒業したという内容になっております。これについて告発をされております。でこれによりますと、この声明文はこの小島さんが発案して別な人物が文案を作成し、それに知事自身が修正を加えたと。で推測になりますがとした上で、知事側から大使館側に依頼して掲載された。またあのカイロ大学が自発的に声明文を作成したことはほぼありえない、知事が声明文を自ら作成し疑惑を隠蔽しようとしたなどとする内容になっております。この内容につきまして、知事ご自身の認識および受け止めをお願いいたします。はい、あの記事が出たということについては承知をいたしております。あの何度も申し上げていることなんですが、そもそもがあの大前提が違うわけです。あの卒業していないというふうに言っておられるけれども、卒業をし、そして大学がその卒業を認めている、すで、に、卒業証書と証明書、これはですね、この場でもですね、あのお伝えをしてきていることなんです。で、あの卒業証書というのは、まあ、額に入れてもいいようなもの、それから卒業証明書というのはその度にあの必要なとき、就職とかそういったときに必要な証明書として出されるもの、この2種類すでにお伝え、皆さん公にしてきたものでございます。で、そしてさらにはこの記者会見だけでなく都議会などでもこれについても説明をしてきたと
ということであります。で今もあの前のこの何て言うんでしょうか、こう皆さん騒いだと言いましょうか、その時が2020年の6月で、ちょうどあの知事選のもう直前だったんですね。で毎度毎度そうやって選挙のたびにこうした記事が出るっていうことはそもそもあの残念なことであります。それから例えばあの皆さんが大学卒業をしたということをどうやって証明されますか、どうされますか、誰が証明するんですか。どうぞ。大学の証明、卒業の証明と、はい、大学に聞くということが一般的になるかと思います。一般的というか大学でしょう。はい、ですからあの大学の卒業を証明するというのはお友達でもなく親でもなく自治体でもなく大学が証明をするということであって、それを何度もそれを公にさせていただいてきたということであります。そしてあの大学の声明文ですけれども、カイロ大学の当局があの意思を持って出されたものというふうにあの認識をいたしております。ですから大学が証明を何度もしてきているわけで、それについて他の方が詐称とかっておっしゃってるのがわからないですね。はい、以上です。あの知事自身がこれまであの証明書を出されたということはある程度理解しているところなんですけど、今回のこの指摘についてその声明をあの何か作るように文案を作るように指示したというような中身が今回言われているんですけど、その辺についてはいかがでしょうか。いや、あの大学が証明してくれるということがあの重要なポイントでございます。そういったことからあの基本的には大学が当局が意思のもとで発出されたということに尽きるというふうに思います。 NHK の中村です。すみません、あの幹事社の質問にありましたその文藝春秋に関してなんですけども、今回の、記事ではですね、その小島氏が、知事にそのカイロ大学に声明を出してもらってはどうかと提案してから、まあ、わずか3日後で、そのカイロ大学の声明が公表されたと、そこについてあまりにも早すぎるということであの疑念を示しておられます。これについてはあのどう受け止めますか。そもそも私自身の卒業というファクトがもうすでにあるわけでございます。でそれにあのカイロ大学が意思を持って発出されたということかと思います。ですからそこから調べるとか何とかではなく、もうすでに何度もあの皆さんの支局の方々もそのたんびに皆さん大学にお聞きに行っているいらしていると思うんですよね。ですからそのまずファクトがあって、そしてそのあの必要なことを発出をするというのは、まあ、それはベースがあるからこそスピード感があるというふうに思います。記事についてなんですけども、あのその6月6日からですね、6月9日フェイスブックに公表されるまでの間に知事サイドからですね、あのカイロ大学やそのエジプト政府側に何かこう発出してほしいというような働きかけをしたことはございましたか。あの大学当局の意思のもとで発出されているわけでございますので、まずそこのところがあの主体はそちらであると、そして大使館であるということでございます。テレビ東京の中と申します。すみません、関連で、あの確認させていただきたいんですが、小島氏にその相談をしたっていう事実はあるんですかね。6月6日にこの文春の記述だと6月6日に困っていると相談したとあるんですが、困っているという相談ではなく、基本的に証明書を出しても皆さん、まあ、またあの卒業証書を出してもここがおかしいあそこがおかしいということは多分皆さんも卒業証書を前にしてこれはおかしいんじゃないかと言われたときは何らかのアクションを取ろうと思いませんか。はい、で困っているというのは
きちんとしたものを出しても皆さんが皆さんというかそこに対して疑念を作られて、それに対してどうするかっていうのは対応すべきだというふうに思っておりました。その時に小島氏からそのカイロ大学から声明文を出した方がいいんじゃないかっていう話はあったんでしょうか。覚えていらっしゃいますでしょうか。あまり鮮明に覚えてませんね。はい、あとすみません、もう一点です、A 氏にその文案を依頼したという句に書かれているんですが、それもないということでしょうか。基本的に、何を証明するかっていうのはもう最初から分かっていることではないでしょうか。卒業したという事実ということですね。依頼した事実はないということでしょうか。もう何を証明してもらうかという話であるならば、もう項目は分かっていることだというふうに思います。失礼します。あと最後の1点です。何度もその卒業証明書をメディアに対して掲示されたということですが、改めて今回会見でまた提示するとかですね、あとは都議会に対して提出する予定、お考えはありますでしょうか。それってこれまでも何度もやってきたことなんです。そこでまた同じ話が繰り返されるということの、それこそがカイロ大学も困っていると思います。はい、ですから記事は手元に持っていらっしゃらないんですか。持っていらっしゃるってことですか。だから証明は卒業証書は持っているし、証明書はこれはその随時お願いをすれば出してくれるという性質のものです。皆さんも多分就職の際とか何らかの時にはそうやって大学から取り寄せられるんじゃないでしょうか。ありがとうございます。普通に考えていただきたいと思います。日本テレビの赤田です。すいません、先ほどから繰り返しの質問で恐縮なんですけども、先ほど小島氏の提案については詳細は覚えてらっしゃらないとのことでしたけれども、この声明文、および、この卒業をめぐる、指摘議会対応に関してっていうので、小島氏であったりその記事に出てくる元ジャーナリストの A 氏、あるいは樋口元千代田区長などに対応を 小池知事の方からご依頼したということはないでしょうか。本件についてはかねてよりいろいろな方々にご相談をしております。そしていろんな提案などもいただいてきているわけでございます。そういった観点からもいろんな方がいい意見などもお出しいただいたということであります。知事の方からご相談をされて、その上で知事からその声明文に関する依頼みたいなことを対応を依頼するということはあったんでしょうか。先ほどから申し上げておりますように、基本的にこれはカイロ大学が唯一証明を卒業の証明をしてくれるところでございます。そしてまたその内容は証明をしてもらうということでありますので、それはもう自明の理だというふうに思います。ありがとうございます。すみません、最後に1点改めての念のための確認になるんですが、知事としてはカイロ大学をご卒業されていて、で、以前提示していただいた卒業証書に関しても申請のものであるということで間違いないでしょうか。当然であります。わかりました、ありがとうございます。入管富士の雲野と申します、よろしくお願いいたします。知事のカイロ大の卒業をめぐる文春報道について伺いたいんですけれども、まずこのタイミングで小島氏がこの告発された理由というのをですね、知事はどうご覧になっているのか、先ほど選挙の前になるとたびたびこういう話が出るというふうにおっしゃってたと思うんですけど、じゃあそのあたり知事のご見解を伺いたいというところが一点とですね、あと今回知事は今回の報道について否定されているわけなんですけれども、今後小島氏側や文春なんかに訴訟をなど法的措置を取るということはお考えでしょうか。やっぱりこう有権者の方にもまだ疑念があると思いますので、そういった説明の仕方もちょっとあるのかなと考えるんですが、ちょっとご見解をお聞かせください。
夕刊富士さんにもこの点について何度も私書かせていただく機会を得ております。しかしこうやってまた選挙の直前に、まあ、目前にいたしまして出てくるということについてはどうぞ書かれた方にお聞きいただければというふうに思います。そしてまた何度も明確に申し上げておりますように、私自身卒業をし、そしてそれを唯一証明する大学がそれを認め、証書を出し、証明書を出しということをずっと続けていて、それが理解がいただけないということは、むしろこの困惑をする部分多いですね。そしてまたそれについてはしっかりとこれまでも何度もお伝えをしてきたということでございます。これについてこれからもしっかりと確認をしながら対応を決めていきたいと思っております。先週もお伺いいたしましたが、小島敏郎さんの告発についてお尋ねします。小島さんは先日会見しまして、当時知事との間で交わしたというメールの写しを公表されております。このメールについて小島さんは、当時カイロ大学から卒業したという声明文をもらえばいいのではと知事に提案し、それを受けたものであると説明されています。先週の会見で知事は、小島さんとのやり取りについてあまり鮮明に覚えてないというお話でしたが、改めてお伺いいたします。小島さんから、声明文をめぐる発案はあったのかどうか、それと知事が声明文の発出をカイロ大側に依頼をしたのかどうか、この2点についてお伺いします。はい、まず先日の小島さんが外国人記者クラブなどで会見をされたわけでございますが、そもそも認識また大前提が違っております。それは私はカイロ大学正式に卒業しているというその一点でございます。でその証明はどうするのかというと、真実を証明できる唯一の主体はカイロ大学が発行している卒業証書また卒業証明書でありまして、これについては何度も公にしてまいったわけでありますし、この都議会においてもまた記者クラブ記者会見などにおいても同様に公表してもう説明をしてまいりました。また卒業生として衆議院時代もまた2022年これでしたか、カイロ大学に卒業生として記念講演を依頼され、そこでナセル講堂という大変大きな講堂があるんですけれども、そちらの方で在校生にこの講演も行わせていただいているということもあります。でまあ、このカイロ大学の卒業の証明書そのものがですね、信頼できないというような話になりますとですね、そもそも論になってしまうわけで、でカイロ大学がじゃあその証明をしてもそこに何か問題があるのかということについては非常に不可思議でございますし、まあ、これ欧米の大学でもいろんなケースがありますよね。でもそれと信頼できるできないというのは違いが出てくるんですかという話になってしまうのではないか、まあ、エジプトやカイロ大学に対しての信頼ということについての違いが出てくるのではないか、この辺を大変私は危惧をするところでございます。で卒業証明、証書壁に飾るような文、またその度に証明するような証明書など出しましても、その内容をめぐってそのここが違う、あそこがおかしいなどという話がずっと繰り返し出てくるというので、その対応がなされるというのは当然のことだというふうに思います。また大使館の声明文に係る経緯でありますが、これについてはやり取りありましたが、声明文はあくまで大学当局の意思で公表されたものとでございまして、私自身が感知しているものではありません。また前回もお聞きしましたけれど、皆さんもいろいろ大学など学んでこられて、その証明をですね、必要な時に出されていると思います。また額装されて飾っておられるかもしれません。それは誰が出すのかと
というと結局大学そのものでございます。だからこそ私は何度も皆様方にこの大学を卒業している点、そしてまた証明書をですね取り寄せて、それをまた皆様方にお見せもし、今ネット上であふれてますよね、はい、ということでまあ、ここにおられるマスコミメディアの方々それぞれ、まあ、支局などをお持ちの会社も多いと思います。で、多くの皆様方はすでにそれを問い合わせをされたからこそそれをベースにして今やり取りをしているわけでございます。ですから何よりも主体はカイロ大学が私の卒業を証明をしているということでありまして、でその証明の証明という話はずっとこればっかりが続いてしまうというのはあまりにも理不尽ではないのかなと。またこれがいつも選挙の前なんですね、ということも私は非常に困惑をしますし、逆にカイロ大学もなんでこんなに聞いてくるんですかねということはあちらも思っておられるのではないかとこのように思います。すみません、先ほどお伺いしたのは、知事が、声明文の発出自体をカイロ大に依頼したかどうかってことでして、先ほどの話ですと、大学当局の意思で出されているというお話がありましたけれども、知事ご自身からそういったものを証明、ごめんなさい、声明文の発出を依頼した事実はないという理解でよろしいでしょうか。基本的にずっとこれは何度も起こっていることでございます。で大使館もその点についてはこういうことが何度も起こるということもよく存じ上げておられるということで、この対応するということ、対応がなされるというのは当然のことでございまして、それを行っているというだけです。あと斉藤さん、ごめんなさい、失礼しました。小島さんの方から発案あったかどうかについては、それについては小島さんだけではありません。いつもこのような話になってくることについて、いやそれは大学が証明をしているんだと、それ以上のことはないですよねということについて、いろんな発案が多くの方々からいただいております。終わりました、ありがとうございます。夕刊富士の雲野です、よろしくお願いいたします。小島敏郎さんの告発について伺えればと思うんですけれども、17日の都会協会での会見ではですね、次の選挙に知事が出馬を表明されて、そこでもカイロ大卒業ということを名乗られた場合ですね、公選法違反の虚偽事項公表罪で刑事告発する要件が揃うということをおっしゃっているんですが、見ようによっては知事の方にボールが回ってきているというか、何かのアクションを起こす段階なのかなという気もするんですけれども、あと小島氏がですね、知事の側から民事訴訟を起こされるというケースがもうあり得ると、そういうシナリオもあり得るというふうにおっしゃっているんですけれども、これ知事は卒業証明書で真実を証明する唯一の主体はカイロ大であって、で、今回の実態がわからないというのも証明の証明になってしまうというようなことをおっしゃってはいるんですけれども、やっぱりこのまま放っておくと、この疑惑がですね、やっぱりくすぶり続けるという状態が続くと思いますので、やっぱり知事の方から改めて民事訴訟の場で真実を解明するというようなアクションを取られるということはお考えでしょうか。改めてお聞かせください。対処方法については考えていきたいと思っております。ただ問題の本質はですね、極めてシンプルです。カイロ大が卒業を決めた。で、権限があるのはカイロ大しかない。大学への入学、卒業がおかしいという論評、評論があったとしても、それは入学、卒業を認める権限もない人の評論になって、本質ではないという、ここに尽きるのではないかと、このように思います。また、これにつきましては、すでに、
カイロ大学そのものに問い合わせ、確認をしておられる方々が、この場もたくさんおられます。ここに尽きてしまうわけでございます。適切な対応を考えていきたいと思っております。いかがでしたか。知事自身が依頼したかどうかを再三記者から問われていましたが、してないとはっきり明言せず、カイロ大が主体的に声明を出していると結果のみを報告するにとどまっていました。このようにはぐらかされると、そこに依頼という工程があったのではないかと疑ってしまいます。また後ろ盾になるはずの自民党が現在の支持率では大きな支援は期待できず、今のままでは蓮舫氏や石丸氏にじりじりと支持率の差を埋められる一方でしょう。小池知事がその進退をどのタイミングで明らかにするのか注目して見守りたいと思います。さて、皆さんはどう思いましたか。コメント欄で感想を教えてください。またこのチャンネルでは最新の政治ニュースとみんなの感想を毎日取り上げています。あなたの感想に近いコメントがあったらチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。